はい、えー、E さんから店舗運営について、えー、メッセージをいただきました。えー、っとね、えー、短い文章なんで判断しかねるところもあるんですけども、飲食店で1000万円の売り上げいかなくても法人にした方が良いと考えられますかということですよね。この質問はですね、えー、これはね、えー、そのケースバイケースなんですよ。私は基本的には、 年商が300万でも500万でも法人にした方が有利だと思いますけどもあくまでも利益がそれに対してどのぐらい出てるかってことを考えなくちゃいけなくって法人っていうのは維持費がかかるんですよね法人税ってのもかかりますし事業税ってのもかかりますし法人っていうのは新しい人格なんで県民税市民税ってかかるわけですよで最低金額で 多分ね、地域にも騒があると思いますけども、法人を持つことによって、年間30万ぐらいかかるんじゃないかなと思います。当然、法人なんで、え、あの、何ですか、税務申告じゃない、決算がありますよね。で、決算は代行することになりますので、税理士さんも顧問として、毎月2万とか3万で雇うことになるんじゃないかなと思いますし、決算の時も10万とか、最大で20万とか払うようになると思うんですよ。それを考えたら、法人を作るにしても、年間法人に対して50万ぐらいの経費がかかるなってことを計算して、しかもスタートアップの時には、 法人作るのに30万ぐららいかかかりますからねやっぱ代行して法人作ってもらって定款とか入れると思いますんでスタートにそのぐらいかかるかなと最初の,あのなんですか資本金も入れないといけないんで最初のスタート時点でだいたい50万ぐらい持ってった方がいいかなと思いますし法人作るのにあたってでえ毎月30万かかるかなと50万かかるかなぐらいの感覚で考えていくとそのシミュレーションすると。 法人を作って利益がきちんと残せるか、それとも法人にせずに利益がきちんと残せるかっていうのは、法人維持費っていう経費を計算しないと出ないのが本当のことこですんで、その辺の数字を添えてですね、どっちにしましょうかっていう風にご相談いただけたら明確に答えれるんですけども、ただそこまで正確な数字を出したら自分で判断できると思います。<laughs> ということなんで、私としてはね、 あの、売上とか利益がいくらでも法人作るべきだっていうのは、私は利益率の高い商売してるからなんですよ。利益率が低くても80%で、高ければ90%なんで、この80%から90%の利益を取るものに関しましてはあ、どっちかっていうと経費をね、使っても全然、あ,あの、惜しくないんで、コモンさんとかね。 顧問の方とか J リスさんはあ当然ね何人か雇うって計算になります。で、私業の方を雇うと私業の方との関係も出てきて知恵がまた豊かになるんですよ。人間関係が膨らんでね。でそういうこともありますので、えー、私は売上が例えね300万でも法人を作るということになります。だから E さんに関しましてはおおむねあの法人作った方がいいなとは思うんですけども飲食店ということなんで多分ね利益率が高くないと思うんですよ。うんそうなると ぶち込める経費っていうのも、まあありきたりのものになりますから、飲食店でね、高級車とか買わないと思いますんで、それ認められない可能性が高いんですよ。飲食店なのに、なんかその。 撮影機材がいるとかねあんまり考えられないんで、うん、税金に当たらないのかなと思いますねでインボイスに当たり店舗を増やして売り上げを上げる予定でいました店舗を出店するにあたってもって書いてますねはい、えー、とインボイスに当たり店舗を増やすってことなんで多分借り入れを起こしたりすると思うんですよで借り入れを起こす時は多分法人の方が借りやすいのかなと思いますよねというのが法人は経費がかかるということを前提に審査しますんでやっぱり法人の方が何かとね対外交渉とか有利なのは有利なんですよね その時に資本金が大きいともっと有利になるっていう話ではあるんですよ。でインボイスにあたり店舗を増やして売り上げを上げる予定要するに1,000万円以上の売り上げにしようってことですよね。うんまだったらそうですねやっぱり法人にした方がいいと思いますけどもね1,000万円を超える売り上げで法人にしないっていうのはあのメリットがあんまり考えられないんですよ。 デメリットが法人にしてデメリットが増えるというよりも法人にしないままの方がデメリットは増えるけどもメリットがずっと受けられないってことなんでどっちかつと,と法人にした方がいいかなっていうふうに自然になっていくそのラインが1,000万円じゃないかなと思うんですよね。やっぱり1,000万円以下だと法人にするメリットとか法人にしないメリットとかっていうのは結構せめぎ合いになるんですよね。 うん、でも1000万円超えるんだったらやっぱ法人した方がいいと思いますよね。うん、その辺も込みで、社労士さんと相談するのがベストな選択だと思います。社労士さんはどちらかというと法人にすることをお勧めしますけども、うん、でもそれはね、えー、法人、だから自分のところに顧問依頼してほしいっていうような欲だけでもないんですよ。やっぱり法人にした方が世の中の会社ってのはやりやすいってことが分かってるからなんですよね。はい、ということでございますけども答えになったでしょうか。ではまたメッセージください。失礼します。